発見。同じポジションの2人です。めちゃくちゃ美味しそう。とんかつ。ゼルビー、ポップ頼むよ。かっこいい。出てほしいな。今日は13時からあれやこれやをするための準備かな13時から行われるので、 H ゲートに集合ってことで、ちょっと早めに国立競技場にやってきました。何するのかな、これかな、楽しみだな。こんな感じで席に筒を入れて、全席に。お、安井選手。お、いいやん。安井選手。いっちゃえいっちゃえ。お、黒川くん、黒川くん。あ、本当だ。え、大宮に行っちゃえ。近ければ買えますけれども。黒川くん、どうしよう。じゃあ一回お願いします。さあ、レアな黒川くん引いての。あ、誰だ、誰、何黒川くん、黒川くん、また黒川さんでたんですけど。エレキ決めてくれ。ネギ使用。すごいね。国立で試合できるなんてすごいよね。マスターゼルビア。マスターゼルビア。レタスと共に、さあ今日も行こうぜ、思いを込めて。
知らせるゲームをまた信じられない全ての人へ。まあ始まる前は高校の過去を通用するのかとか言われてましたけど、今ではクロダマジックでもありましたね。まあこれからどんどん根底から覆すぐらいに見返していきましょう。そうですね、まあチームのね、毎日毎日を過ごしていかないかなということ、優勝というのは、まあ、もちろんこのチームを立ち上げただけではない目標でもあるし、 J1 昇格でも J2 優勝するために準備をしてきますので、どんなことがあってもですね、それを目指していきたいと思います。元気です。楽しみにおります。
ってる。何これ、何が始まるの。これやろうってこと。急に何の指示もなく始まったThank you.
マツダとヴェルディの試合に3万8000人ものたくさんの人が集まってきてくれたことがもう一番良かったことだと思う。だってあんなにたくさんの人がさ集まるさ試合なんて今までいなかったしさ、多分初めて町田の試合を見た人もたくさんいるわけだから、それでああやってたくさんの人が夢中になれる試合をやってくれたのはすっごいいい試合だったと思います。それが一番の今回国立でやってよかったことだなって思う。新しい初めてサッカー見に来た人もいるし、初めて町田の試合を見てくれた人もいるし、それで町田とかヴェルディもそうだけど、あ、また見に行きたいなって思ってくれる人がたくさん増える機会になったのはすごい素敵な一日だったなって思います。